こんにちは、霊感ゼロ人間です。ただ霊障にあったことはあります。杉田智和アジルスチャンネル。左足を骨折したことがありまして、子供の頃墓場で遊んでたら、お墓で遊んでるやつが悪いんですけども、今でも、僕の左足を、折った、線香をあげるこういう台はですね、こう切れて左足に落ちてきたんですけども、その直した跡が今も残っております。写真撮るわけないでしょはい、やっていきましょう。ゴーストルーム霊室、怖いんだけど。何これ、難易度優しい、普通、カミングスーン。あー、これは8番出口だな。霊現象を見つけて、で起きた起きないで、こうなんだ、8番出口は進んだり戻ったりしたけど、これ何かするんだろうな。だったらまあ普通でいいだろう。さあ来た、さあ来た、さあ、割といい絵だね。ん？まだ霊現象は発生していません。準備ができたら玄関の机を調べてください。始める。ほ。ろうそく。霊現象を見逃さないこと。霊現象を見つけたらお札を貼り、玄関のろうそくを灯すこと。霊現象が発生していない場合は、お札を貼らずにろうそくを灯すこと。一度も間違えずに7つの霊現象を沈めること。もし何度も間違えたら、霊にたたられます。うわぁ、たたりだって、これ前回の竹内くんですね。シュン君あんなに怖がりだ、あれみんな嘘だと思ってるでしょ、あれマジなんだよ。どうもね、ホラー相当怖いらしくて、めちゃくちゃ我慢して一緒に遊んでくれたんだよ。いいやつだよ。でこの間言われました、もうまた一緒にゲームで遊びたいですって言ってたからねいいとも、来なさい。何だこれ、おお、何か霊現象が、なければこのままろうそくに火を灯す。霊現象があった場合は霊現象が起きているところにお札を貼る。なるほど、見ていこうか。まずはね、心霊現象の定番、便乗よ。これやっぱ全部怪しく見えてくるな。鏡何も映んねえんだけど、何が映るのかな。よくあるのはね、こうパッ、誰もいない、ふーって横見たらこうボーンってここにいるパターンだよね。定番だよね。よし、天井も見よう。何もいないな。水とか出ないかな。出ない。ホラーゲームの怖いやつもドア開く音も怖いからな。あ、貼る？何も起きてないよね。何も来てないよ。普通にお湯が張られている。おお。お札を貼る表示が出るってことは、ここに霊現象が起きる可能性があるって、そういうことか。よし。ん？冷蔵庫。開いてるけど、何もないか。いきなり来たりとかすんのかな、これ。なあ、それなりに広い、いい部屋だね。それなりどころじゃない。だいぶいい部屋だぞ、これ。?3 つぐらい前の安本くんちみたいな。あ、これ言っちゃダメか。3つぐらい前ってなんだよ。よく引っ越すんだよね。そうそうそう。安本おでん食べてえな。美味しいんだよな。残った汁が、おお、逃げられない。逃がさない。オンか。あ、スチーム？これ、同じ作者の別のゲームってこと？
音歌さん、音歌さん、ずいぶんずいぶんこれパンチ効いてんな、お前ビジュアルな。これいきなりうえって来るかもしれないから、ちょっと距離取っとこうな。引きこもりで悪いか、引きこもりにしちゃなんか肌綺麗だよね。嘘だろ、引きこもりとか嘘だろ。こうしてみると普通だな。鏡？お、ん？電気？なんか点滅してるような気がするけど、電気。そうでもねえのか。そうでもねえのか。おお、じゃあ、はい。なんかあったってことか。あんまねえな。ん？これやろう。よし。こういうことか。ついた。今みたいなのが霊現象ってことは分かりやすいな、そういう意味では。ん？なんだなんだ。おいおい、君は誰？悪いね。君は誰？よし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 。さあ次だ。よいしょ。いない。まあ、いないよね。なんでここに表示が出るの？なんかあんのかな？お風呂はね、大丈夫。タオルも普通。水回りも大丈夫。冷蔵庫、上の棚、いきなり椅子は出てこない。いい間違い探しじゃねえからな。音歌さん、音歌さん、襲ってこないよな。引きこもり嘘でしょ。おい、これ何にもなさそうであるんだよな。時間も別に。20分前ぐらいで猫ちゃん。ああ、こういうところもなんかあるかもしんないんだな。なんか床キラキラしてるけど違うか。回ってるね。まあ何もねえか。あっ、ああ何もねえな、こりゃ。おっと、君だね。ほんとさ、あ、わかったよ。もうあれ、もう封印したってこと？ほら、ちょっとラバドンだったら大変なことになるよこれ。じゃあいいか。よいしょ、よし、行きましょう。洗面所。なんもないよな。
お風呂、シャワーから急にお湯が出ない。ん？これなんもねえか。なんもないか。いかにもありそうだけど今回はない。いや、綺麗な部屋だな。棚、レンジ、この辺とかは別に何もないのか。絵でしょ？絵の裏にお札？ちょっと時間進んでんだ。これ早いわけじゃないもんな。そんなことないな。これはいつも迷うんだよな。もっと分かりやすく何かが起きんのかな。まあ普通だよね。いきなり来たりすんのか、お母さん。もうないけどな。40度、あんもないかな。今回ばかりはねえか。冷蔵庫もな、特にねえもんな。お風呂場、別に起きてないか。大丈夫だよな。よし。あ、なんかあったんだ。あ、でもやり直しじゃないんだ。親切っちゃ親切か、そういう意味では。どこだ。誰？お前か。あ、で、戻さなくていいのかな。あ、ちょっと片付けよう。さすぎだ。まずはいつも通り便所に突入。水回りから。上の電気とか関係なさそうなんだよね。大丈夫そう。冷蔵庫、時計、これか。レモン、桂正和先生の漫画かな。よし、なんかありそうでない。鏡、音歌さん、音歌さん、音歌さん、まったくよ。おいおいおい、音歌さん、ちょっと封印してなかった。危ないとこだったな。マジか。え、ほら出てきなさい、出てきなさい。そっか、どういったの。急にモザイクみたいになって砂嵐かなっちゃって。まあいっか。
いいのかな。仲良く暮らしていかないとな、恩賀さんとな。よいしょ。晴れるが特に何も起きてないもん。絶対お湯来るんだけどな。あっちってないやつ来ない。タオルは普通にある。何もないもんな。春レモン。このホタテ柄だったっけ。別にそこは何もないもんな。あ、いるもんね。あ、そんなかわいそうに。こら、ほんか、隣に何があったんだ。見えるだろ。なかったのか。何もないみたい。あれ？あれ？あれ？うわあ！なんで？こら、引きこもり。こら、お前か。なんでやねん。あいつ、やってくれるな。あるこれ俊介くんと遊んだらいい。さっきとか音楽が迫ってくるあたりで大変なことになったな。ったくそういうタイプね、このゲーム。ちょっと、かにやろ。この場合どこなんだ。あのランプでいいんだよな。電気か。ここにランプだよな。これか。ここが赤くなるってことは、あ、なんかある。これか。これだな。なんかビチャビチャってなってるもん。レモンがイチゴ色になってるもんな。おい、出してくれ。出してくれ。今のは。子供の声と猫の鳴き声か。あれ？出られた。おお。クリアってこと？そうか。起きた怪奇現象はあれで全部だったのかな？タイトルに戻りゃわかるか。あ、本当だ。霊現象一覧ってある。おお、ははは。あ、書いてある答えが。はいはい。
音歌のポスターの顔がいなくなる、ちゃっかり前作の宣伝、みんな買ってねって。なるほどね。ああ、ネタ枠ではないまあ確かにな。よかった。じゃあ残りな、よし、どうしようかな。これでもう一周ぐらいして違うルートに入ったりとか、でも基本は霊現象を見つけていくんだと思うけども、ほらね、あーこれか。じゃあ霊現象発生するようにしよう。ゴーアクエリオン、よし、かかってきなさい。何かな、何かな、何が起きるかな。当然霊現象がね、かぶるってさっき言ってたけども、かぶることもありうるから、いきなり来るパターンとな、よく見ないと分かんない。違いはないか。特になさそうだが、来い来い。お前な、あれ、何もねえのかこれ。間違い探し。何もねえな。これ戻ってくるときに実はあったみたいなパターンもあるからね。まあそうだよね。え？そんな、これがゲームオーバーってことか。なるほど。はあ、あれ、しゅんくん吹っ飛んじゃうね。なんだったのかな。しゃがめたりしねえのかな。しゃがめないか。タオル。おお、まあ、ほんとね、もうほんとに。ほんとに。そんなバスクリーン入れてないよ。はい、お風呂。まあ、この辺はね。どうだ？ん？こんな色だっけ？おい、ちょっと、おい。早くろうそくを。あぶな。よしよしよし。こっちなんもねえのか。ベッドも、あ、一応なんかあるんだな。音歌さん、じゃあ水回りだな。あれ、なんもないぞ。何
何もなさそうだが。何もなさそうだが。あ、おっとっと。ほんとね。何してたの？ん？ハンバーグこねてたの？おっとっとっとい。アドマチック天国だ。バラーってのやつね。よし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 。さあどうだ？あまり変わったことはこの辺起きてない、台所これさっき見逃したからな。特には大丈夫。ん？この絵別にこのこんな。誰？放送禁止の子行ったの？ダメよ、そういうこと言っちゃ。お風呂、お風呂。絶対おシャワーのお湯来ると思うんだけどな。来ないのか。じらすね。さあこの部屋だ。いるね。この辺は大丈夫。レモンはレモン。さあ鏡。何もいないよな。お？何も起きねえぞ。ねえ、大川さんね。一体なんだ。気がつかないうちに何か起きてたのか。ん？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  なんか見逃してたな。必ず起きるにしてるもんね。だいぶ充血してたぞ、親父。お父さん、深夜まで寝とふりの見過ぎだよ。よし。気持ちはわかる。見ちゃうもんね。シティハンターとかよかったもんね。ん？お、お、お？今のは、よ、おお？今の何だ？霊現象じゃないけど霊現象みたいなことが起きたね。怖いね。ちょっと、どちらさん？え？あ、ちょっと。ちょ、私は先に行きますよ。ちょっと！暗いよ！え？どうすんのこれ？え？どうすんの？え？いける。これダメだね。おい、やめてくれ！うわー！
やめてくれ。許さないぞ。誰だったんだ。やっとなんかこう鏡のフラグが回収されたな。特にないね。さあどうだ。あ、いるもんね。あ、いるね。もしもし、いない。お前も相当だったな。どんなとこ。ん？誰だお前これ。これゼクスかこれ。ゼクスじゃない。よいしょ。あ、終わりました。2周目は特に変わんないかな、エンディングも。さて、レースやってまいりました。残りのね、怪奇現象はこの後、個人的に埋めようと思います。失敗しても一からやり直しにならないという意味合いにおいては非常に遊びやすいです。初心者向けなんだけど、そのびっくり度合いが割と高いので、実は初心者向けじゃないっていうのは、つまり何が言いたいかというと、配信向けなんですね、これね。リアクションを見てみたい人とぜひとも一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。おそらく横に畑中くんとか辰巳くんとか、まあ俊介くんがいた場合は大変なことになってると思うんですけどもね。さあ、みんなどの演出が怖かったかな。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。